衝撃、立憲民主党内の確執、米山隆一氏が金子恵美氏に反論。批判はネットでもマスメディアでも自由。立憲民主党の米山隆一衆議院議員、56は31日、自身の X、旧ツイッターを更新し、元衆議院議員の金子恵美氏、46を再び批判しました。この論争の発端は、金子氏が28日に東京 MX の番組バラ色ダンディに出演した際、立憲民主党の蓮舫氏の発言について批判したことでした。蓮舫氏は小池都政をリセットする先頭に立つのが私の使命と述べましたが、金子氏はこれに対して小池都政の実績を無視してリセットという言葉を使ったのは不見識だと指摘しました。これに対し、蓮舫氏と同じ立憲民主党の米山氏は29日、X、旧ツイッターで反論しました。米山氏はリセットとは、良い部分をそのままにして、悪い部分だけを直すことだと述べ、金子氏の批判を自民党寄りの発言ばかりで辟易するとし、さらに現役時代の見識が高かったわけでもないのに、大きな批判をするのは片腹痛いと辛辣なコメントを投稿しました。この投稿を受け、金子氏は30日に自身のブログで不見識にも程があると題し、立憲民主党の発言をすると米山隆一議員が絡んでくると指摘、さらにネットでの批判ではなく、マスメディアで堂々と発言すべきだと反撃しました。これに対して、米山氏は再び X で批判はネットでもマスメディアでも自由だと述べ、金子氏の批判は見当違いだと再反論しました。また自分の批判を棚に上げて、よく人の批判だけをするものだと自身の考えを述べました。コメント。リセットとは全てを白紙に戻すことだと理解していましたが、米山さんの考えでは、良い部分は維持しつつ悪い部分だけを修正するという意味のようです。もし橋本さんがこの米山さん流のリセットを使った、きっと米山さんは辞書を持ち出して批判するでしょう。辞書の二枚舌という言葉を調べてみてください。米山さんは国会議員であり、金子さんは一般人ですので、そもそも役割が違います。米山さんには、このようなことに時間とエネルギーを費やすのではなく、国会議員としての職務をもっと真剣に果たしてほしいと思います。選挙活動での候補者同士の批判合戦は見苦しいだけでなく、有権者の生活には何の役にも立ちません。一方で、金子さんと米山議員の間での批判合戦は好きにやってもらって構わないと思います。そもそも、現在は一般人である金子さんがネットやテレビで批判をするのは自然なことですが、現職の国会議員である米山さんが SNS で一般人を批判する姿は見ていて不快です。個人的には立憲も自民も支持していませんが、このような批判を続けることで、国会議員としての自身の価値を下げるだけだと思います。出馬表明の会見で蓮舫氏は、反自民、非小池を強調しながら小池都政をリセットすると明言しました。リセットの言葉の定義はさておき、この文脈で考えると、小池都政全体を一度白紙に戻して見直すという意味に捉えられても仕方ないと思います。米山氏を含む立憲民主党の議員たちは、自民党や維新、安倍氏や小池氏などの相手を全面否定することから始める傾向がありますが、これでは国民的な支持を得られないという現実に気づくべきです。相手にも良いところがあり、ここは良かった。でも、こうしたらもっと良くなるといった協調性が必要です。しかし、左派リベラリズムの過去の歴史を見ると、粛清や総括といった協調性を否定する思想が根底にあるように見えるため、現在の立憲民主党が全面否定から入るのも致し方ないのかもしれません。金子氏はこのような話題に熱くなり、反論すると相手の思うツボです。無視するのが一番だと思います。ひろゆき氏はまんまとその罠にはまってしまいました。まるで小学生の口喧嘩のようで、相手が無視しようとすると逃げたとか負けたとか言って、再び争わせようとします。それとあまり変わらない手法です。米山氏についてもネットでの論争しか見かけないので、国会議員は暇そうだなと思ってしまいます。このようなイメージが定着してしまうのではないでしょうか。政策論争ではなく、悪口や増減の応酬が行われています。地元での感情的な対立は以前から存在していたようですが、陰口が SNS の時代になって表面化しています。このような状況の中で、翼の党のような存在があると思うと、お互いに冷静になるべきだと考えます。米山さん、正月に書かれたことは、おそらく忘れていないでしょう。田舎の維持は困難な問題だと思いますので、自身の選挙区で維持が難しい田舎への移住を推進する仕事に取り組むべきです。しかも、災害が発生する前に行うべきでしたね。ネットに書き込む時間があるなら、選挙区を回って移住を促進する説得に力を注ぐべきです。蓮舫さんが小池さんの行動をリセットと表現することに対して、逃げちゃダメなんですかと言って批判していた態度は、
以前にも同様のものだと思います。失礼な発言だと感じます。ただ、小池さんが3期目を迎えるのではなく、新たな風を巻き起こすためにバトンを渡すのも良いと思います。しかし、蓮舫さんは感情的に反対しているようです。日本が変わってしまうような気がします。国会議員の役割は SNS 上での口喧嘩ではありません。確かに、良いことや感情を揺さぶる言葉を使えば、簡単に支持を得ることができるでしょう。しかし、国会議員の真の仕事は理想を語るだけでなく、理想と現実を調和させることです。ただ理想を語っても何の成果も生まれず、現実に妥協すれば社会は改善されません。人々は愚かなものです。聞きたいと思う言葉に簡単に騙され、そのような人が全てを改善してくれると簡単に信じてしまいます。言葉や行動、そして結果を冷静に判断することが必要です。テレビや他のマスメディアは多くの人々に一方向に意見を発信していますが、一種の一方的なものですね。一方、SNS などのプラットフォームは、誰でも、好意的でも批判的でも、コメントできる双方向の意見交換の場と言えますね。SNS は時にちまちました感じがしますが、批判は自らが受け取る必要があります。一方、マスメディアの批判はテレビ局や出版社が受け止めることができ、それが当事者に届くかどうかはわかりません。卑怯なやり方といえば、どちらが。立憲民主党の立場を代表するのですね。自ら批判を仕掛けながら、反論されると逆切れして、批判は自由だと言いながら相手からの批判は一切認めない。批判はどんな手段であれ自由だと主張するな。衆議院補欠選挙での翼の党の発言も自由な批判とされるでしょう。翼の党に対する批判は二重基準です。また、国会議員ともあろう者がコメンテーターの発言にネチネチと反論するのは見苦しい。このような人物を知事や国会議員に選んだ新潟県民の見識を疑います。過去に問題があったかもしれませんが、日本経済を大きく前進させた新潟県出身の田中角栄元首相も泣いていると思います。蓮舫議員の会見でのリセットという言葉から通常の意味を理解するのは難しいと感じました。ここで双方の立場が異なっています。開票日までにリセットが単独で広まると、蓮舫氏がどれだけ大きな手柄を振るっても満足されない状況になるかもしれませんね。彼女にとっては不幸な未来が待っているかもしれません。自治体の仕事は無駄に見えるかもしれませんが、実際には必要な人々がいます。そうした重要な仕事が多いと考えます。彼女が民主党時代に主導した事業仕分けは、他社の政策を否定することで人気を集める戦略でしたが、一方で民主党政権の政策や公約は実行できない嘘だらけでした。蓮舫氏のリセットという言葉に反発する人が多いのは、民主党政権の失敗を反省せず、未だに他人を否定して人気を得ようとする狡猾な姿勢が透けて見えるからでしょうね。あのような失敗を犯したにもかかわらず、他者の政策を否定するのは簡単だが、それに代わる政策を実行するのは難しいという教訓を、蓮舫氏は未だに学んでいないように見えます。